天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議は日本国政府によって2016年10月17日から2017年4月21日まで14回にわたって開催された天皇皇室に関する有識者会議である安倍晋三内閣総理大臣の指摘諮問機関として設置された2016年8月8日15時に日本の公共放送 NHK 及び各民放局からテレビ放送された第125代天皇自らによるビデオ映像において天皇の恒例による公務負担の限界が表明された。これを受けて同年9月23日第3次安倍第二次改造内閣において内閣官房を事務局とする天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議を開催することが 安倍晋三内閣総理大臣により決裁され、同年10月17日に第1回の天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議が開催された。2017年4月21日に開催され、最終回となった第14回の天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議が同会議の最終報告を発表した。ありがとうございます。